ほら、トランプ詰め込まれたり、海に投げられたり、山に捨てられたり、5ヶ月なんで。神戸やから、神戸言うたらもう一本やね。一本いて一つの組織って決まってるから、そこの本部好きなんかさしといて、要するに、あれどういうの？役、要するにそこらに、これ紹介するわけや、組員を。候補。ちょっと、良さげなガタイのええやつ。ね？それで、就職みたいな刺すわけや。まあ、ここらでいいわ。ヤクザに入れちゃうんですか？あ、入れてる、何にも入れてる、入れてああ、る。何にも入れたんいだ。つも弾けやからな。でも、一週間が、まあ、20日もせんうちに、ほら、また泣きが入るわけ。泣きでもう、平野さん、もうやめてくれって、このとこ、もううちいらんからと。使えないと。そう、いや、どうしたんや、いや、電話しけんのもええけど、挨拶もないし、慣れもあれんし、頭一つも挨拶もせへんねんと。あ、で、かといって、出てってくれたら俺に歯向かうんやと。おだから、引き取ってくれへん言うて。で、それは、神戸でも有名な懲役太郎やけどな。全身炭入れてんですよ、全身な。懲見役栄えが。呼ばれてんだ。そうそう、俺があだ名つけたんやけど。で、これがまたおもろいね。もう全身炭が入ってて、まだ30代半ばやったんやけども。で、誰でも行くわけや。で、そこで俺、なあ、ヤクザだってほら、構えが必要やから、ちょっと良さげなやつをちょっとスカウトじゃないけど、こう入れるわけ。だから結構こっちはすぐ大門の名刺持ってくるわけ。な、いや、俺のこと会長って言うから、会長いただいてきました、って。おお、名前これか、って。みんな名前偽名やから、おお、これか、って。で、大門やから、ちょっとお前サマード貸しとけよ。はい。でもちょっと静かにやっとけよ、言うとって。意外とこれがみんな使えるからと思って、大阪で揉めた時でも。っていうことを普通にやってたんや、俺。それは、源さんがそれをやってたのは、何ですか、その人たちの就職の場所を探してあげるためだったんです就か？職と、役立ったほら、頭悪くて銭もぐできへんやん、みんな。切り取りとか、切り取り言うて、どういうの、取り立てやな。とか、見取りしてる。で、地上げやとか、で、盗品売買とかで、あまりで、あとは、覚醒剤とか、違法行為やってて、あまり、頭切れへんわけや。で、なんでヤクザ言うんかって言ったら、とにかく食えるときに、目いっぱい食うと。今度、いつ飯食えるか分からへんから、いうことで。だからもう、常に、ハングリー言うんか、ハイエナみたいなもんやったから。で、いっぱいおってん、そんな。いっぱいおってん、神戸の組あ、み合だわからせしは。ご、あ、だからご飯食べるための一つの仕事で、ヤクザのところでちょっと仕事があるよって伝えてあげたようなもんですね。そう。だから暴走族上がりとか、ちょっとそこらで地元で非行や悪いやって、な、腕っぷしが強いからで、単なるそれだけではヤクザにはなられへんし、ああいうとこって雑巾かけて3年って事務所当番とかバーってやる間に、修行がヤ行クくザいうと。のは女と金が手に入るけど、まだまだみんなそこまでいけへんやん。その間に懲役を何回か繰り返していったら、ちょっとバッジが変わっていって、それはあくまでも出てきた時に組があっての話やから。出てきて組がないほど悲惨なもんが言うよな。だから、それ、あの業界はもう隅々までよく知ってるよ。で、関東系と関西系のヤクザは違うし、どうと違かうんな。ですか？どう違いやういんや、関東系はだいたい伝統いうのを重んじるから、代々、な、親があって、こうあって、こうは絶対親に逆らわれへん。なんでずーっと、関西はじゃあ食い合いやから、仁義な戦いで食い合いやから、親を潰すっていうやつまで、要するに親のパワーなくなったら。もう自分の親分かな。俺はもう目の当たりにしてるから、そういうのは嫌よ。そういう歴史感があるよな。で、俺は大体、神戸、大阪、京都、やってて、ほんまに、いわゆるヤクザの上前を跳ねてたやつやから。それ、仕事紹介するとちょっともらえましたもんね。
うん、で必ず、日報やったらこう現場紹介してくれたらな、薬剤というそれはビジネスやから手数料何本やるわな。でその間に、まあ地上げの話、土地不動産なで金手形っていう話が情報来るやん、うん、なで、で対立する組なんかに、の手形もらってもほら構想になるやん。俺はその間入って両方から1割ずつ、まあ、だいたい俺 15% 手数料もらうから両方から 15% やから、まあ、3割もらって、その時でも言ったら、3分の1ずつとかな。だからまず1000万やったら300万もらって700万の3分だ。これがいかに儲かるかいいやつ。いやいやいや、待って、その話ロンパンは日常茶飯事になっちゃうからな。その代わりにほらトランクに詰め込まれたり海に投げられたり山に捨てられたりいうのが誤解だったよ。よくぞご無事で